どっち？どっちも8枚だよ。ああ。決まり？はい、どうも皆さんお世話になっております。YouTuber 平本です。ということで本日はですね、オカリナの寿命のサインと寿命を伸ばす方法、こちらについてですね、シェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。またこの頃ですね、まあ YouTube があってからなんでしょうかね、ベースがあってからなんでしょうか。まあ簡単例をですね、まだまだ使ったことないよという方からね、お問い合わせがありました。本当にありがとうございます。今日なんかも埼玉県とか、いろんなところからですね、ご連絡いただきましてね、作っておりますんで、ちょっとお待ちください。またその中からですね、ちょっとメールいただきましたのでご紹介したいと思います。おすすめで平本先生を知り、YouTube を遡って拝見しております。ね、サムネイル上がってきたんでしょう、僕が。ね、そこをこうクリックしてくださっているということでね、ありがとうございます。その中には大変有意義で勉強になります。ね、ありがとうございます。また、職人と知り、またびっくり。まあそうですね、職人やっておりますからね。職人で一番、べしゃっておりますんで、よろしくお願いしますね。まだカンターレは手にしたことがないのですが、釜出しの一品とても興味があります。お支払いの方法どうなりますか。ありがとうございます。釜出しの一品のボル3もね、たくさんの人に拝見して、またお問い合わせいただきました。ありがとうございました。本日ですね、広島県のお客様と、どこだっけ、千葉県のお客様に送らせていただきました。ありがとうございましたね。本当に朝8時頃ですかね、ご連絡いただきまして、でね、10時にいただいたお客さんは実は売れてしまったというね、あれがあったんで、まあもしね気に入ったのがあったらご連絡してください。で、なんだっけ、支払いの方法は2つおおむねありまして、ヤマト便さんの代引き、ね、商品と お金をこう交換するという代引きが一つと、もう一個が、郵便貯金パルルですね、パルルに、入金していただいて、振込確認を送らせていただくと、この2つありますのでよろしくお願いします。はい、ということでね、またね、どんどんこのカンターレの輪を、広げていこうじゃないかということで、よろしくお願いします。今日はオカリナの寿命についていきたいと思いますね。はい、ということでいきたいと思います。で、オカリナの寿命のサインって何かっていうと、これ大きく分けて2つあるんですよ。1つが破損ですね。もうこれはもう物理的に分かるじゃないですか。もうこれは仕方ないですよね。落としてしまったらもうしょうがない、ネクストと言っていただければいいんですけども、まあ、今日はその物理的じゃなくて、見た目普通なのにあれ音出ねえぞと、これなった時が実は寿命のサインっていうのを深掘りしていって、それを長く伸ばす方法について教えていきたいと思います。で、寿命のサインっていうのは実は特に冬場なんですけども、2、3分吹いてて、スポーンとね、中音域から上が出なくなる時があるんですよ。これが、いわゆる結露現象から来る寿命のサインとなってきます。もうこうなってしまうと、お役御免かなというふうになってます。で、じゃあこれどういうことかっていうと、管楽器っていうのの宿命なんですけども、息にはその水蒸気が含まれてるんですよ。で、水蒸気が入ります。でも通常の場合、結露現象が起きても蒸発しちゃうんですよ、その息っていうのが。あるいはその何、唾液っていうのはもうほとんどが水分なんでね、もう蒸発しちゃうんですよ。入れます、蒸発する、入れます、蒸発する。ですから、まあ今日なんかカンターレ優さんが特別講義ここでやってたんですけども、皆さんお疲れ様でした。2時間半吹きっぱなしだったんですよね、ほぼね。でも全然問題なく吹けてます。うん、それはなぜかというと、今のように結露現象が起きても蒸発しちゃうから OK なんです。ただ2分3分でストーンとね、音が出なくなっちゃうっていうのは、そのね、蒸発がストップしちゃった時に、ここに結露現象になっちゃうんですよ。で、特にこのね、吹き口からこのリードのここに結露現象が起きちゃうんですよ。そうなると、どんなに上手いプロでも音出なくなります。これがオカリナの結露現象から来る寿命のサインの一つとなってきます。で、ここまで来ちゃうと、まあお役御免かなというふうになってます。じゃあなんで蒸発ができなくなっちゃうのかっていう話じゃないですか。で、これは先ほど言ったように、生きてますから
唾液も出ますよね。で、唾液っていうのもほとんどが水分なんですけども、やっぱり食べたカスとか、そのミネラルとかがこう蓄積されちゃうんですよ、この中に。うん、この中に。となると、そのコーティングされちゃうんですよ。うん、コーティングしなくていいのにね。うん。で、そうなってくると、蒸発ができなくなってしまう。となると、結露現象が起きて、ストンと音が出なくなってきてしまうっていうのは、これが、結露現象による寿命のサイン、症状の一つになってくる。これなんですね。で、特に冬場結露現象っていうのはこれ顕著に起きます。この現象っていうのは、冬場窓に結露しますでしょ。これと同じなんです。ですから、楽器が冷たい時に息入れます。水滴つけます。これが一番いけない。これからどんどん寒くなりますよね。やっぱり12月、1月、2月、3月、これが多分一番ね、寒くなる時期だと思うんですけども、その時に持ちますでしょ。持った時に絶対手より楽器の方が冷たいはずなんですよ。で、その時に吹いちゃうと、見てもらうと分かるんですけど、ここにね、水滴がついちゃうぐらい楽器が冷たいと、水滴出ちゃうんですよ。これがね、繰り返し繰り返し繰り返しいくと、寿命を縮めてしまうということになるので、できればですよ、手でいいです。1、2分ちょっとこう手で持って手のひらで温めてから吹き出すと、これかなり減少ができます。なぜかっていうと、蒸発する機能が温めたことによって増幅するわけですね。ということは結露現象が起きにくくなる。ということは寿命が長くなる。もちろん音も良くなるということなので、絶対に冬場やっていけないのは冷たい時にいきなり吹く。これダメですね。ですからもう、人間と同じです。うん。例えばマラソンでも、いきなり走ったら、どこか痛めるじゃないですか。やっぱり準備体操をして、ね、足腰伸ばしてから走る、みたいな感じで、オカリナも冷たくなってきた季節は必ず手で温める。これがいいかなと思ってます。で、これがですね、やっぱり、やっても、必ず寿命っていうのは来ます。なぜかって言ったら、先ほど言ったように、僕らが生きてる以上、唾液も出ます。その中にミネラルも含まれてます。水蒸気も含まれてます。それがどん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 ね、その寿命は伸ばせたとしても蓄積しちゃうと、こんな感じになるんですよ。これね、とある方に、音が出なくなったんですっていう方で、いただいた写真なんですけども、これね、リード側なんですよ。これね、結晶化しちゃってるんですよね。うん。で、この結晶化しちゃうと、その水蒸気が、蒸発するのが妨げられちゃうので、まあ音が出ないよねっていう風になっちゃうんですよね。ですからこれが多分結晶化されたミネラルとか、まあ皮脂とかが連なったものかなという風に思ってます。これになってしまうと、まあちょっと難しいかなという感じで、まあ買い替えをお勧めたりしてますし、あとはですね、やっぱり 3F4C っていうのは、よく使う楽器でしょとなると、一本が一本ずっと吹いてると、まあ履いてる靴でもそうなんですけども、同じ靴履き続けたよりも、三足をね、こう回して履いた方が寿命が長くなるとかって言いますよね。なので、例えば、まあ三つぐらい 4C とかだったら用意した方がいいかな。で、一個が、コンサートとか、もう必ずその仕上げに吹く楽器とか、この楽器は、まあ、練習用楽器とか、こう、いろいろなね、3つぐらい持っていただけると、まあ、すごくいいかなというふうに思ってます。で、これは、オカリナだけじゃなくて、僕のバイオリンの友達なんかも、本番用は3000万のバイオリンを弾いて、練習はだいたい500万のバイオリンで弾くとか言ってました。で、まあ、本番近くなったら、もちろん3000万のに、持ち替えたりすると。で、本番でも実は野外で吹くときは500万の持っていくとかね。例えば、いきなりこう雨が降ってきちゃったらまずいかな。とかいうように、やっぱり、オカリナでも、その、曲によっても、変えてもらってもいいし、やっぱりその、いくつかある中のエースっていうのをね、作って、これはね、この 4C は、いいぜっていうのを作っといて、まあ、最後にこう、ね、大御所登場じゃないけど最後に吹くみたいな練習用と分けても、この寿命というのも伸びるかなというふうには思ってますということで、まあ、いろんなことがですね、まあ、僕はその制作者の立場とね、その粘土の塊からねやってるんでそこまで言えるんで、まあ、ここまでねなかなか先生方っていうのは伝えることできないと思いますんで、ぜひねこれ見ていただいた方は実践してもらったり、お友達にね教えていただければいいかなと思ってます。で、冬場気をつけたいのが、いわゆる結露現象が一番ねオカリナにとってダメージがあるので、必ず手で温めてから吹き始める。2、3個でこう回して
エースがあって、エースの、ね、楽器があって、練習用の楽器があってっていうね、いくつかで回してあげると、その寿命っていうのはさらに伸びるんじゃないかなというふうに思ってます。そういう時はね、釜出しの一品でね、エースを探すもよしね、よろしくお願いします。ということで、本日はですね、久しぶりにちょっと真面目の方に話してみましたんで、ぜひ実践をしてみてください。ということで、 YouTuber 平本でした。